無人島に取り残された2人が最後のバナナをめぐってサイコロを振りますお互いに認めたルールは次の通り2つのサイコロを振って一番大きな数が123か4ならばプレイヤー1の勝ちで5か6ならばプレイヤー2の勝ちですこれから2回試してみましょうこの場合プレイヤー1の勝ちでこちらはプレイヤー2の勝ちです あなたはどちらを選びますか一見プレイヤー1が有利に見えます。4つの数字のどれかが最大なら勝ちですからね。しかし実際はプレイヤー2は勝率約56%なのです。サイコロを2回振ると得られる組み合わせをすべてリストにして各プレイヤーの勝ち数を数えます。これは黄色いサイコロの目の可能性です。 こちらは青いサイコロの可能性です。それぞれのマスが2個のサイコロの目の組み合わせです。4の次に5が出たら、プレイヤー2に勝ちの印をつけます。3と1の場合はプレイヤー1が勝ちます。36通り考えられる組み合わせがあります。それぞれの目が出る確率は全く同じです。数学ではこれを等確率であると言います。 これでなぜ直感が誤っているのかがわかります。プレイヤー1が勝つのは4つの数字で、プレイヤーには2つしかありませんが、最大となる数字は同じ確率にはなりません。1が最大数になる確率は36分の1しかありませんが、しかし6の場合、36分の11の確率があります。ですからこの組み合わせならば、プレイヤー1が勝ちます。でもこの組み合わせならば、プレイヤー2が勝ちます。 36通りのうちプレイヤー1が勝つのは16通りプレイヤー2が勝つのは20通りですこういうふうに考えることもできますプレイヤー1が勝てるのはどちらのサイコロも123か4の時ですそれぞれのサイコロの目はお互いに独立しています 独立した事象を組み合わせたものの確率は、それぞれの確率をかけることで計算できます。両方のサイコロで、1、2、3か4が出るチャンスは、6分の4かける6分の4で、つまり、36分の16です。必ずどちらかが勝つので、プレイヤー2が勝つのは、36分の36引く、36分の16に等しく、36分の20です。 表を作成した時と同じ結果を得ました。しかし、プレイヤー2が必ず勝つわけではなく、サイコロを36回転がせば、プレイヤー2が20勝するわけではないのです。ですから、このサイコロのような事象をランダムと呼びます。それぞれの結果の理論的な確率を計算できたとしても、実験回数が少なければ、予想した通りの結果は得られません。 しかしランダムなイベントを何度も何度も繰り返すとプレイヤー2が勝つといった特定の結果の頻度は可能性を全て書き出した時の理論的な確率に近づき書く結果を得ることができますですから無人島でサイコロを振り続ければプレイヤー2の確率は56%になりプレイヤー1の勝率は44%になるでしょうしかしそれまでにバナナはどこかへ行ってしまうでしょうね これらのビデオで学んでください。チャンネル登録で新たなことを学ぶチャンスを。